どうもこんばんは、和道です。2017年9月の3日、6時44分です。おはようございます。英語の勉強枠から帰ってきました。お疲れ様です。雑談やります。いや、英語難しいわ。でもね、なんかアメリカから見てくれてるリスナーさんが3人、ニューメキシコとシカゴから見てくれてるリスナーさんがいて、なんか英語の発音訂正してくれてすごい良かったですね。ありがたかったです。ありがとうございます。楽しかったね。なんか、発音が根本的に違うらしいね。旦那さんが、オーペーワードツーおはよう。なんか旦那さんが何言ってるか全然わかんないって言ってたの笑ったよね、本当に。旦那は今見てますが何言ってるか全然わからないらしいです。葛飾区からね。はい、たくみさん、ワードツー、おはよう。ユッキー、おはよう。いや、笑ったよ、ほんとに。おはよう。あ、寝るの？今から。ありがとね、SJR さん、アイテム。そうそう、おはよう。今日もよろしく、ワードツー。音量は問題ないですか？大丈夫。結構、この企画はね、勉強にもなるし、なんかね、外国のリスナーさんにも楽しんでもらえそうで、俺、当たりだと思うけどね。っていうか、俺、もともとこの企画なんでやろうと思ったかっていうと、ドレさんが英語でやるべきだと思ってたの。なんか海外サイトとか YouTube ライブで、日本の良さとかを英語でやったら、なんか海外のマーケット取れるんじゃないかと思ってて。なんでやらないんだろうと思ってて。だから、まあね、ドレさんやらないって言ってたから、じゃあ自分で練習枠やったら面白くなるんじゃないかなと思って。例えばさ、5年後でもさ、英語喋れるってだけで YouTuber として大成する可能性があるわけじゃん。まあ、俺としては別に綺麗に発音しなくていいと思ってるの。なんか、片言の日本語で喋るボビー・オロゴンみたいなキャラになればいいと思ってて。なんか、片言に英語？片言喋るっていうか、多分なんかキャラ受けしそうじゃない外人に。なんかこいつの日本、英語めちゃくちゃで面白いよっていう。なんかそういうのを狙ってんだよね。じゃあ、一回さ、売れちゃえば勝ちなんだから、人口多い言語を使った方が有利じゃん。別にうまく喋る必要なんかないんだから。そう、疲れたわ。ハテナがついた時に語尾って上がらないんだね。質問する時は俺語尾が上がると思ってたんだけど。あれが結構びっくりしてる。そうそう、変に気取る必要ないっていうかさ、むしろキャラクタービジネスだからさ、変な日本語、変な言葉使った方が面白いよね。ニャオピーワードツー、片言で喋るやつの方が受けがいいじゃんね。別に、俺はネイティブにこだわってないから。なんかテキサス親父っていうさ、テキサスに住んでるアメリカ人が日本語ベラベラなの。で、そいつ右翼なの。で、テキサス親父ってすごい有名な YouTuber いるんだよ。日本に受けてる。だからそれの逆版やればいいのにっていう。で、ぶっちゃけさ、英語がペラペラなやつが何話しても面白くないじゃん。ねえ。暇人の都合いらっしゃい。このサンドイッチうまいな。おお、エミさんはどつ？久しぶり。
元気だった？あ、まあまあ元気か。よかったよかった。おはよう。お、みつけた。おはよう。おはよう。結構アメリカから見てる人とかもいるんだね。おい、風船10個ありがとうございます。ありがとう。風船10個ありがとうございます。海外配信ね、やりたいよね。で、ある程度ね、日常会話さえできれば、なんだろう、別に生きていけるわけじゃん。頑張りたいのや。アメリカ行かないとな、今年。アメリカ行ってみたい。
おい、Thank you, fireworks。 あ、ごめん、間違えた。花火ありがとう。ありがとうございます、みーすけさん。ありがとう。つい英語が出ちゃうから、ごめんね。ありがとう。ありがとう。いつもありがとう。応援してくれて。自然に出ちゃったね。Thank you, fireworks。でも、やっぱ英語で夢見るのかな？英語喋れる人は。なんかよく言われてんのがさ、英語脳と日本語脳ってあって、なんか人格が変わるらしいよね、言語を変えると。で、そのスイッチがわかんなくなるんだって、言葉を使ってないと。だからその感覚を取り戻すのに時間がかかるって聞いたことがある。その英語を喋ってる脳みそと日本語を喋ってる脳みそで人格が変わるんだって。だからそういうなんか言語の研究とかしてる人は面白い現象をいっぱい見れるんだろうね。キャラが変わるっていうか、言語によって縛られるんじゃない、やっぱり。その綺麗な言葉を使うと綺麗な振る舞いをするとかあるんじゃないの。それで思い出した。海外の人って虫の声が聞こえない？え、何それ？虫の声が聞こえない？へえ。何なんだろう。どういうことそれ？日本にいて虫の音が聞こえないの？へえ、不思議だね。なんかスポーツとかいいよね。言語を超えてさ、そのやり取りがコミュニケーションができるわけでしょう。格闘技とかもそうだよね。日本と一部の国。え、どういうこと？どういうこと？海外の人って虫の声。え、虫の声が聞こえないってどういうことなんだろう。え、どういうこと？日本と一部の国の人だけ虫の音が聞こえるってこと？そんなことはないでしょ。え、どういうことなんだろう。不思議な感覚だな。なんかさ、昨日さ、デラホーヤとさ、なんだっけ、すごいチャンピオン、軽量級、中量級ぐらいの、どっか海外に日本がいて、虫の声がすごかったんだけど、現地の人、でもさ、言語ってすごいよね。あ、そういうのあるんだ。なんかさ、その、ネガティブな言葉がない言葉とかがあるらしいじゃん。概念が理解できないっていう意味なんだろうね。なんか、なんだっけな、そのバーでも聞いたんだけど、やっぱり外人さんに、例えばその、俺の友達のフィリピン人じゃないな、ペルー人かな。ペルーだかフィリピンだか忘れちゃったんだけど、レイニーブルーの歌詞がわかんないんだよね。なんか、その、レイニーブルーって何なの？って言って。いや、涙のことを言ってんだよって。雨と涙をかけてるんだよって言ってんだけど、伝わらないんだよね。あと、藤井フミヤもわかんないって言ってたね。そう、歌詞は好きなんだけど、メロディー好きなんだけど、意味が全くわからないらしいよね。ああ、どうもどうも、太郎さんいらっしゃい。日本人には虫の声が聞こえ、外人には、外人で聞こえないんだ。へえ、あ、ありがとう。何なんだろう、それ。ミーンミ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 ンって聞こえないんだ。日本人とポリネシア人だけなんだ。何それ。面白いね。こんだけうるさいセミの声が聞こえないんだ。声は聞こえない？ああ、ありがとうございます、太郎さん。もしよかったらフォローしてください。面白いな。
なんかその、なんか俺さ、虫がすごい嫌いな、虫苦手なんですよ、こう見えて。で、幼虫からさなぎになってメタモルフォーゼって言ってさ、完全変態って言うんだけど、芋虫からさなぎになって蝶になるんだけど、頭が芋虫のまま生まれた蝶が発見されたんだけど、グロかったよ、すごい。俺すごい苦手だった。何なんだろうね、完全変態って。体をドロドロに溶かして、体を作り変えるんだけど、あれ何なんだろうね、変な進化だよね。見た？あれ気持ち悪いよね。まあなんでそんなのが生まれたのかよくわかんないんだけど、2ちゃんのスレッドで会ってさ、俺虫は好きになれないわ。なんか根本的に違う生物だと思って嫌悪感があるんだよね。鳥とかイルカとかって可愛いじゃん。メタモルフォーゼって完全変態のことを言うんだけど、さなぎ、芋虫からさなぎになるじゃん。で、さなぎの中身を割るとドロドロの液体なの。だから芋虫からさなぎになった時、体を溶かすんですよ。で、その変身をするっていうか変態をするんだけど、完全変態って言うんだけど。諸行無常や。お、ルンペンさんお久しぶり。初版さんいらっしゃい。ファミマさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。何なんだろうね、体を作り変えるっていう。変な進化じゃん。だったら最初から蝶のまま生まれた方がいいんじゃないとか思うんだけど。なんでそういう2段階減るんだろう。本来卵の中とかお腹の中でそれをやるわけじゃん。そうなのかな？遺伝子を再構築してんのかな？で、それが不思議なんだけど、今までは記憶がないっていうふうに思われてたの。体をドロドロに溶かすわけだから、芋虫の頃の記憶は引き継がれないはずって考えられてたのが、そうじゃなくて、完全変態、メタモルフォーゼをした後でも、記憶が引き継がれてるんだって。だから何なんだこれっていう。よくわかんないよね。フォローありがとうございます。フォローありがとう。何なんだっていう、意味がわからないよね。あと、面白いのが、鉄腕アトムの脳みそって記憶容量どれくらいか知ってます？みんな。鉄腕アトムの記憶容量って、15兆8000ビットバイ、えー、ビットバイトかな？ 15 兆8000ビットなんとかなんですよ。で、今で言うところの2テラバイトなの。だから、鉄腕アトムの脳みそ記憶容量って、実は今市販で売られてる8000円ぐらいのハードディスクぐらいの脳みそなんですよ。当時はめちゃめちゃ金かかってて、めちゃめちゃすごいとされてた記憶容量。で、人間の記憶容量どれくらいなのかっていうと、1000テラバイトぐらいらしいね。その1000テラバイトのその名称が変わるんだけど、1なんとかピコバイトみたいなのになるんだけど、だから、本で言うと、何万冊って言ってたかな？本で言うと、とんでもない数なんだよね。1000万冊ぐらいの記憶容量を持ってるんだよね。アトムの、そう、記憶容量8000円なの。当時としてはもう桁違いの金額だよ。だけど、この時代の進化を感じない？なんか USB とかさ、携帯の容量とかすっごい上がっていってるじゃん。どん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 。これ面白いよね。アトムに、だから、勝ってるんだよね。で、人間は本当は100テラバイトぐらいしかないって言われてたんだけど、学説では。最近変わったらしい。その1000テラバイトぐらいあるらしいね。だから、ハードディスクの動画の数で言うと、16年分の記憶容量を持ってるんだって。動画。ハード、HD。要は、フルハイビジョンだから、1280×720 の記憶容量で言うと。16年分。人間ってすごいよね。人間の脳みそのコンピューターのすごさ。そう考えると自然ってすげえな、みたいな。人間とかすげえなって思うよね。記憶容量だけでそれだからね。それはだから勉強したら辺書一冊なんて丸暗記すること？脳の使い方上手い人は余裕でできるんだよね。すごいよね。なんか生物ってすごいなと思う。だから釈迦とか見てても思うんだよ。
体全体で 25g しかないのよ。で、感情もあるし、その喜怒哀楽も持ってるし、本能も持ってるの、小さい脳みその中に。なんてすごいんだっていう生命の神秘みたいなのを感じるよ、やっぱりペット飼ってると。犬とか猫とかもっと賢いもんね。いや、世の中には不思議なこといっぱいあるよな。なんでこんな進化をしたんだろう、人間は。猿から。頭の回転遅いから無理。印象に残る記憶、情動記憶っていうんだけど、痛いとか怖いとか、要はトラウマ系なんだけど、そういうのはその忘れないっていうよね。痛みを伴うとか、よくさ、なんか自己啓発でさ、体を動かしてこう潜在意識変えましょうみたいなのあるじゃん。嬉しいとかやる自己啓発あるんだけど、あれは理にかなってるらしいよ。その汗をかくとか気持ちいい、嬉しい気持ちいい、楽しい、かっこいい、誇らしいとかいう感情と、ポジティブな感情をどんどん結びつけていって潜在記憶変えるっていう方法があるんだけど。あれ？閲覧がゼロになった。60になった。何これ、バグ？なんかどうすか、放送見づらい？なんかたまに起こるんだよな、最近。閲覧が時々ゼロになったりとか、閲覧がガクッと減るっていう、多分数字上だけなんだろうけど、最近閲覧がゼロになったりするんだよ。ですぐ戻るので、大体これがあった後になんか声と映像がずれてますとか言われるんだよね。なんか変なんだよ、最近。ゼロになってたよね。見えてた？みんな見えてた？今でも見えてる？なんか訪れとかしたら教えてね。最近よくあるんだよね。ルイス、いらっしゃい。楽しんでて。オワコンの始まり。閲覧ゼロはオワコンだよね。じゃあ全員怒んの？同時に怒るの？知能を上げないと生きていけない環境だったから、知能が高い個体が残れた。まあ、なんだ。進化論的な考え方を。そうだよね。例えばさ、擬態ってあるじゃん。その葉っぱみたいな体になる蝶とかあるでしょ。おいおい、出勤いたしました、頑張ってね、カズ。あれって何なのかっていうとさ、人間が見ると木の枝に化けてるカマキリを見よう。で、人間が見るとその生物には記憶があって、そのゆっくりゆっくりその木の枝になろう、木の枝になろうって言って生き残ったって考えるじゃん。だから意志の力、いや思考の力だっていうふうに思い込んじゃうけど、全然違うらしいの。それどういうことかっていうと、まず生物、人間は60年生きるわけじゃん。で、60年とか70年の間に孫が生まれるぐらいじゃん。だけど虫ってその寿命短いわけですよ。何ヶ月とか数年とかなわけじゃん。だから世代交代がめちゃめちゃ早い。100、人間の100年間っつったら4代ぐらいだけど、虫のね、100年って言ったらもう何百代も交配が進むわけじゃん。だから、たまたま木の枝に似た色の突然変異が少しだけ木の枝になったやつが、次の世代その遺伝子を持ってって言って、確率論的に生き残っていって、自然と100年後に木の枝にたまたま似てる生物になっちゃうとか、そういう理屈らしいよ。見えてたけどコメントも出ない。へえ。コメント欄もバッて消えたんだ。なんかそういう、なるほど。俺の放送に出勤しに来たのね。ありがとう。ドルさん放送終わったな、多分。閲覧が伸びた。皆さんお疲れ様です。ドルさん放送終わったでしょ。やっぱり。ドレさんと多分モンちゃんが一気に終わったから来たんだね。ありがとう、みんな来てくれて。それを考えるとすごいと思ってて、なんかそれを人間が客観的に、なんでこいつは木の枝になったんだっていう風に見た時にさ、人間の考えだとさ、木の枝になろうとして生き残ったんだっていう意志の力っていう風に解釈するのか、科学者は確率論で考えるわけじゃん。世代交代が進んだだけだよって。で、たまたま他のに擬態しただけなんだって。どっちが正解なんだろうっていう。でも、その科学者も突き詰めていくと、その神様がいるっていう風な答えになるっていうじゃん。今まではさ、神様がいるかいないのかで、科学が発展していくと神がいない証明をしていったけれども、突き詰めていくと、ダチョウは何のために美しい、それは分かんないけど、あとその系の話で言ったら面白いなと思ったのが、
オスの方が美しいっていう理論がある。人間ってさ、女の方の方が可愛いって思い込むじゃん。おう、ホケさん、ご無沙汰。我がありがとう。Thanks, バーガー。Thanks, バーガー。オスの方が実は肌ツヤ綺麗なんだよね。だから化粧しなくて済むし、人間で言ったら。あと、たてがみがあるのもオスじゃん。ライオンで言ったらたてがみが生えるのもオス。で、鳥とかがバーってやってダチョウとかさ、なんだ、綺麗な羽になるのもオス。要はね、女性が子供を産みたいとか、その欲情するっていうのは、男性が綺麗だかららしいんだよ。だから、オスの方が綺麗にできてるんだって。クジャクとかもそうだよね。そう。生物界はオスの方が綺麗にできてるんだって。で、これもまた面白いんだけど、女性がベースになってるわけじゃん。メスじゃん。子供を産めるのは。だから、完全体、生物としての完全体はメスなんですよ。オスがいなくても、その生き残れる生物として。だから、卵子から精子を作ることはできるけど、精子から卵子は作れないって話だよね。だから、オスっていうのは基本的に女性の亜種なんだよ。で、これね、面白いなと思ったのが、オスって筋肉隆々じゃん。で、頭も賢いわけよ。脳みその容量も多いわけ。だけれども、オスの方が優れてるんじゃないんじゃないかっていう考え方があるの。オスの方が優れてるのは事実なんだけど、実は命の危険を伴う狩りであったりとか、女性を守るっていう本能とか、仕事をするとか、いろんなさ、リスクがある行動を取るのは全部オスにやらせてるのよ。で、メスっていうのはその優秀なオスから餌をもらうっていうために、強制的に自分よりも強いものを作り出して自分が楽するために作ってるんじゃないかっていう学説があるのよ。それは面白くない？女性の方が実は本能レベルで頭がいいっていう、そのオスに全部だから、オスっていうものは AI みたいなもんなのよ。仕事させちゃおうぜこいつらにっていう。人間もオスの方が美しいっていう芸術家いるよね。ああ、そうなんだ。ああ、だから男色っていうかね、ゲイとかっていうのはそういう美的感覚から来るのかね。俺は女性の方が美しいと思うし、女性の方が羨ましいと思うのね。男と女どっちに生まれ変わりたいって言われたら、俺は女性って言うよ。うん、女の人の方がなんか楽しそうな。面白いよね、その生物とかさ、その男と女の違いとか、完全変態、メタモルフォーズとかね。弱い女が男になった。何それ、面白い。なんか魚でメスがオスを食う。ね、なんだっけ、そうそうそう。食うんだよね。パクって女性の体に噛みついて、そのまま脳みそも同化していって体が溶けるんだよね。で、イボみたいなのができて、精子を生み出すだけの装置に変わるってやつね。なんて言ったかな、その魚。オスは寿命短いね。あ、それがね、ホッケさん、面白いのが、実は男の方が寿命長いんだって。生理がないから。だけど、なんでオスの方が生物の寿命が結果的に短くなるかっていうと、ストレスらしいんだよ。本当はストレスかけないで生きたら男性の方が長生きするんだって。だけど、社会的なストレスであったりとか、命の危険の狩りであったりとか、そういう行動が寿命を短くするって聞いたよ。面白いよね。だから嫌なことは男に押し付けてるんだよ。本能で。考えてやってるんじゃない？このなんか、その役割分担って面白いなと思ったよね。すごい、なんか、生物ってすごいなと。朝から面白い。チャインチさんいらっしゃい。あと、最近そういう系の話、俺が子供の頃から好きなジャンルの一つなんだけど、都市伝説、不思議な話、あと宇宙で解明されてない謎とかいっぱいあるわけじゃん。そういう系の話が大好きなの。2ちゃんのスレッドとかもそういうのいっぱい見るんだけど、何がすごいかっていうと、数学なんだよね、やっぱり。数学ってすごいんだよ。俺今ハマってんのが素数なんだよ。素数が面白い。素数わかんないよ、俺中卒だから。そう、素数が何なのかとかよく分かってないのよ。サイン、コサイン、タンジェントもよく分かんないの。でも何が面白いかっていうと、エピソードが面白くて、超天才って言われてる学者たちが挑んでいくのよ。
もう日本一の頭脳、世界一の頭脳とかバンバン挑んでいくんだけど、素数に取りかかるとみんな人格崩壊したりとか統合失調症になっちゃうの。で、その素数って何百年間もわけが分かんないのに最近リンクし始めてるって話があるのよ。ちょっと待って、素数の話してもいいですか？素数の話退屈じゃない？長生きする男は若い世代を育てる役割がある。あー、長老効果ね。あるあるある。あの、それも面白い話があって、あの、生物って普通自分の子供が成人するときにそろそろ途絶えるっていうサイクルなんだって。自分の次の世代が成人した頃に自分たちが淘汰される。要は一世代のサイクルで生物は循環していく。ただ人間だけは3世代なんだって。要は人間が完成するのって子供の代が子供を作った時に成人として完成する。だから孫の代で寿命が途絶えるようにできてんだって。だいたい3世代サイクルなんだって人間は。だから人間として完成するには20年かかるって言われてる。これも面白いよね。仲のいい夫婦、女は男に先立たれても生きれるけど、女が死ぬと男はどういうふうにして書く。そういう話とかも面白いけど、あの、これ誤解しないでほしいんだけど、確率の話なんだけど、性転換手術をした後に自殺をする確率って6割なの知ってた？これも不思議なんだよ。あの、これ本当なの？ちゃんとしたデータなの？性転換手術ってあるじゃん。をした後に自殺をする確率って6割なんだよ。だからなんかいろんな不思議がいっぱいあるんだよ。面白いね、太郎さんのね、如意棒がどこまで伸びるの、子供の頃よく考え、哲学的だね。素数の話をすると、例えばね、素数って一体何なんだっていう話になってくるんですよ。で、自然数がどうのこうのってなるわけでしょ。で、その数学者が考えるのは、その万物、宇宙の法則とこの数字にリンクとか関係性があるのかっていうのを紐解いていくわけです。で、頭のいい数学者ほど素数はなんか直感的に宇宙の法則、黄金法則みたいな、もう因果律とか神様みたいな法則を含んでるんじゃないかっていう直感にバクっちゃってる、見れてる。ほら、やっぱ数字がずれるとバグるんですよ。どう？見れてる？雑談なくなっちゃいました。どう？見れてたら手挙げてください。もし見れてなかったら枠取り直します。皆さん見れてますか？そうなんだよ、数字がずれるとバグるんだよね、このサイト。みんな見れてる？見れてたら手挙げて。大丈夫？じゃあそのまま行くね、みんな。なんか直感的にこの素数っていうのを解明していくと、あの、素数が何なのかって話なのよ、証明で。素数がよくわからないと、ただ使ってると。で、大天才が素数について研究を始めるの。素数階段みたいなのを作るのよ。だけど、なんだかわかんないままデータを残して、記録を残して死んじゃうのよ。発狂して。っていうのが、エニグマってあるじゃん。あの、ロシアかなんか、ヒトラーかなんかが使ってた暗号機とか、それを解読した人も、エニグマを解読した後に素数に取り組んで、やっぱりおかしくなっちゃうのよ。人生ボロボロになる。で、もう論文書きまくったなんとか兄弟みたいな、タッグを組んでた奴らも頭おかしくなっちゃうみたいな。で、どん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 解明していくんだけど、あの、素数のすごいところって最近分かってきたのが、原子の動きってあるじゃん。原子のそのなんだか分かんないその動き、その周波数みたいなもんか、ランダムで動くと思ってた動きと、素数のそのもう200年300年解明されてた動きが酷似してるっていうところでつながり始めたんだって最近。怖くない？怖くない？昔の2、300年前の人はなんだかわかんないけど、この宇宙と素数がつながってる気がするって言って直感的に研究し始めて、みんな頭おかしくなってったんだけど、たまたま昼なんか学食かなんかで出会った物理学の専門家と数学者の専門家、素数を研究してる人たちが
なんか脳とかなんか落として、あれこの動きって原子記号のなんとかだよねみたいな、素粒子の動きだよねって、いや違うと、これ素数のなんとかだみたいなので、なんかつながり始めてるらしいよ。だからその数学の根本的な素数とその今の、いやわかんないんだよそれが。でこういう話ってなんかワクワクしない？俺もう大好物なんですよ。天才っているんだなっていうか。あと面白かったのが π の話、 π も深いんだよ。 π って円周率な。で円周率は無限に並びますよっていうのは習ったでしょ。ランダムのわけわかんない数字がブワーっと永遠と続くことだけ習ってるけど、例えばなんだけど俺の、例えばだよ、例えば俺は1985年5月の21日生まれなんですよ。1985-0521っていう数式っていうか記号ができるじゃん。俺の記号もっといっぱいいるんだよ。1985年5月21日ってだけど、そこにデータ化をしていけば数式で置き換えられるわけよ、俺の完全データみたいな。それって π の中に必ず含まれてるんだって、どこかに。だからみんなのデータも π の中にあるの。これ面白くない？ π って何なんだって。その π ってさ、円周率、円っていう一番美しい数字とか、その完璧な数字っていうか、わけわかんない数字としてなるわけじゃん。で、なんだかわからないけれども、データが全部詰まってるっていう話よ。π の中に。これ面白くない？なんか数、わかるかな？俺これ聞いた時鳥肌立ったんだよね。そっかって。π って永遠に続くから、どっかはわかんないけど、どっかの中に、宇宙のすべての記号が詰まってるとイコールなんだみたいな、なんだろうみたいな。ドレさんに花火あげたらブロックされた俺が来た。ああ、ぜひ僕に花火ください。 π の中にすべての数式が組み合わされ、そう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 。でもどこにあるか分かんないんだよ。 π って無限に続いていくから。だけどこうブワーって書き出していく中で1985-0521っていう、そう、続きの数字、たった8桁の数字あるわけだ。それどころか無限に続くからどっかにあるはずだ。っていうように全情報が書き込まれてるんじゃないかっていう話でもあるのよ。これが π の不思議なんだよ。そう。何なんだろうっていう。で、それが何なのかをやるのが数学者じゃん。頭おかしくなるよね。それを証明しろって。だから、チャン1の生まれた記号とか何かしらの記号あるじゃん。数式に置き換えた記号。それの数列が絶対に π の中に含まれてるんだよ。無限に続くわけだから、数列の羅列が。で、世の中にある全ての数列の羅列の情報が π の中に含まれてるわけでしょ。確率論的に言ったら超天文学的な確率だよ。それってやばくない？それってやばくない？俺それ聞いた時鳥肌立ったんだよ。あー、耳鳴りがすごい。耳鳴りが半端じゃない。頭痛い。あー、耳鳴りがひどい。脳がバグったか。あ、治った。なんなんだろうね、π って。俺なんかこういう数学とかさ、宇宙そのものを探求する人ってすげえなーって思うんだよね。無限だから可能性も無限だけど、それをたった一つの記号で表せるわけじゃん、 π っていう。何なんだこれっていう。何なんだろう。謎だよな。おい、ヤンズさん、おはよう。
なんか不思議だよね。たった一生なわけじゃない。たかだか生きて100年なわけじゃん。俺らって何なんだろう。何のために生まれ、例えばさ、何のために生まれてきたのかって答え出ないじゃん。無限に答えがあっていいと思うし、そもそも答えなんてないもんだ。ただ生きてるだけだと思ってんの、俺は。ただ生きてるだけ、ただ生かされてるだけ。で、何々のために生きるっていう理由付けとか、生きてる意味がないっていう答えを出した人全部を含めて、なんつうの、パーツにしか過ぎないわけじゃん。地球の中の。で、俺が嫌いな考え方って、地球よりも人間の方が偉いと思ってるのが嫌いなの。どう考えても、地球のことなんか解明すらできてないし、宇宙のことすら解明できてないし、地球には勝てないのよ。で、なんか地球環境のことを考えましょうとか、くだらないことを言うバカとかがいんの。ほんと頭悪いやつが。いや、例えばタバコね。タバコポイ捨てはダメだと俺も思うけれども、バカのタバコポイ捨てしてフィルターって100年とか何万年地球に溶けないんですよ。バカかと。地球が何歳だと思ってんだ。百年したらフィルターなんかただのゴミくず、土に変わるんだよ。そうじゃなくて、ただ人間がフィルターのゴミが落ちてたら嫌いですって言えよって思うの。なんでお前地球より偉いと思ってんだよ、みたいな。例えばその、千年とか、人類が滅んで千年経ったら森に変わるんだよ。俺らの都市って一瞬で。千年って単位って短いんだよ。なんか地球が壊れるとかいうバカを見ると、なんでお前地球より偉いと思ってんのって思っちゃうの。初見さんいらっしゃい。勉強頑張るモチベーション。子供の時には気づかなかったかな。数学は好きだったんだけど、英語とか、国語とか、社会とか苦手だったな。暗記をされても記号を覚えて何になるんだろうって。逆に今歴史がすっごい面白いの。徳川家康が江戸に移った経緯とか、なんで江戸を選んだのかって面白いんだよ。で、江戸をどうやって発展させて世界一、ね、当時世界一の都市を作ったかって、利根川を移動させるのよ。だからすっごい公共事業を行うの。もう山削り、埋め立て、川を千葉の奥の方まで追いやって、で、守りを固めていくとか。だから城を作る前に川を移動させたりとかするんだよね。で、もう本当に日本の中で全然もう農業がダメな土地って言われてたのを、日本一の農業国に変えるんですよ。武蔵の国を。そういうね、なんかことを教わってたらめちゃめちゃ面白いのにと思ったり。なんかただの記号を暗記させられるのはすごい苦手だよね。もっとワクワクするエピソードが欲しいみたいな。そういうのが好きだね。そういうこと。未開のを関東に送ったんだよ。そういうこと。で、選べたの。鎌倉にするか、北条を攻める時のなんだっけな。北条がいたのはどこだ？北条を討ち取った時に追いやられるんだけど、江戸にするか鎌倉にするか、もう一個はどこだっけな？浜松かな？この三つから選べたんだよね。で、徳川が推したのが、お前江戸に行けって言われてて、逆らわなかったんだよ。家康が死ぬまでとか。あ、家康じゃない。猿。秀吉が死ぬまでとか。そういうの面白いよね。好奇心は昔から旺盛。ただ興味が湧かないと勉強はできなかった。だからね、学校の先生がこういうのを教えてくれたら面白いのになと思うよね。歴史の先生とかちょろっとね、一言。歴史とかって面白いよね。徳川家康は自分の代に天下を取るんじゃなくて、孫の代とか何世代か後のためにやってたのに、たまたまその秀吉が死んでチャンスが巡るんだよね。それが関ヶ原なんだよね。そういう話とかも面白いし、自分の代で諦めてたことを達成するっていうか。なんか深いよ、歴史は繰り返すとか言うけどさ、学生の頃に覚えてたら面白かったのにな、みたいな。なんでワクワクすることを教えないんだろの先生でもなんか、天皇陛下から賞もらってたよ。なんかメダカの交配かなんかで。
だからね、学校、そう習ってた小学校の先生で変な授業をやるんだよ。メダカの卵を針かなんかでかき混ぜるっていう授業をやってて。で、メダカの研究家だったの。だからその先生がメダカの専門で、小学校の教員やりながら、理科が専門なんだけど、メダカをずーっとなんか、特別な飼育法をするんだよ。で、メダカって絶滅しかけてたんだよ、日本の野生のメダカ。で、その先生のおかげで、メダカの繁殖率がめちゃめちゃ上がる、なんか、すごい研究成果が出ちゃって、今、教頭先生だから校長先生やってるみたいで、なんか、天皇陛下からなんとか賞みたいなのもらってて。家康が将軍になった時、自分をバカにした人を全部処刑した。はあ、まあまあ、それは基本だろうね。それは非道だとかいうことじゃなくて、戦略的に正しいと思うよ。なんだろう、国を取った時に、だから俺、家康がすげえなと思った。天下統一した時にさ、お金資産を持たせないために参勤交代させるでしょ。要は3年に1回江戸に来いみたいなのやるじゃん。あれはすげえ頭いいなみたいな。なんかその江戸時代になると戦争って言って武力だけじゃないんだよね。兵糧攻めであったりとか、インフラを断つとか、いろんな戦略があって。トークスキルありますね。どっかのおじさんの配信は始めは聞けたけど、最近似たような。これ年寄りのダメなところで、もうね、要は過去語りしかできないんですよ、お年寄りって。だけど、要は、例えばドレさんは54年生きてるから、俺の倍近くの情報量を持ってるわけ。だから、過去の話をしだしたら、ストックが多いのよ。だから、俺とドレさんが殴り合ったら負けるの、雑談は。ただ、若さのいいところっていうのは、ドレさんは過去の引き出しが多いけれども、新しいものに疎くなっていくわけじゃん。わかる？だから、引き出しの多さでやったら負けるんだけど、探求心、好奇心とか、アクティブな動きとかで勝たないとダメなんだと思ってる。でも別に俺も引き出し多いわけじゃないよ。俺はなんかフリートークっていうか、その時来てくれるリスナーさんとタッグを組んだらどんなケミストリーが起こるんだろうっていうことにトライしてる。過去の引き出しはなるべく開けるスタイルはやめた。要はネタを作るよりもキャラを作るっていうか、リスナーさんと掛け合って面白い人から話を引き出した方が絶対面白いっていう風に、配信スタイル2年前に変えたかな。それでまだ完成はしてないけど、その形で。これが好きですね、今のスタイルが。今日天気いいな。ああ、いい天気だ、今日は。換気しよう。まあでも俺はドルさん、すごいトーク力あると思ってるけどね。ああ、そうそう、植木、ちょっと植え替えたいんだよな。植木がすごい、リスナーさんにもらった植木がすっごい育ってきて、ちょっと持ってくるね。のんちゃんが葉っぱ全部むしっちゃったんだけどさ、やっとここまで育ったよ。のんちゃんがね、女性リスナーさんにもらった植木だっていうのを分かったら、ヘラってね、全部ね、葉っぱむしり取って枯れかけたんだけど、やっとここまで育ったよ。雑草取ろう。よかったよかった。復活したよ。完全復活だよ。いいでしょ。セロームって木なんだけど。遠足いいね。観葉植物ね。今年はね、すっごい根を張ってね、葉っぱもいっぱいたくさんやって、今年はこの子はすごい育ったよ。一時期もう枯れかけちゃってダメになるかと思ったんだけど、育ててると可愛いよね。あ、上手？いや、もう色抜けてきたよ、ほら。金髪みたいになってきちゃって。今日染めようかなと思ってるけど。
これはね、セロームっていう、セローム。リスナーさんから植木をいただいたんですよ。植木大好きな人がいて、育ててないからいいよ、この子あげるって。セロームですね。で、根をいっぱい張って、根が新しくこうバーって生えてきて、すごい育ってる。これ剪定とかいるのかな。根が張りすぎてる気がすんだよな。大丈夫かな。かっこいいでしょ。かっこよくない？斜めに生えて安定感なくて折れそうだったのが、根が生えてきて支えるようになってるんで、勝手に育ってきたんだよね。自然ってすごいよ。そうそうそう。いや、違うの違うの。根はここなんだけど、栄養が足りなくなると勝手に横から生えてくんのよ。上の方から根が生えてくんの。で、バランスを取ったりとか栄養を補充したりするのよ、この木。だから根がいっぱい生えてきてすごいかっこいいの。今まで生えてなかったのに。今までこの根と、この根とか、この2、3本しかなかったのがね、ガンガン根生えてきてるの、今年から。すごいいいですよ。ちょっと葉っぱ拭くね。よし、太陽に当ててこよう。ロトの剣を刺して武将を置いてと。フィギュアをね、植木に入れてるんですよ。プラスチック製のフィギュア。
ちいいね。はい、ただいま。植木に水あげてきたわ。髪染めはブリーチをしすぎると抜けるのが早くなるんですよ。キューティクルが壊れるんで。なのでなるべくその髪の毛を脱色しすぎないこと、ハイブリーチとかかけない で根元からやらなくていいから。みんなね、根元から綺麗に染めようとしてんだけど、頭皮痛めるだけだから、なんだろう、普通にブリーチして少し金髪になるというか、濃い茶髪みたいな、強めの茶髪ぐらいにして、でマニキュアを2回塗れば普通に入るよ。綺麗に入る。で抜けづらくなるから、そっちの方がおすすめっすね。あんまり色を抜きすぎないこと、それがいいと思う。みんなハイブリーチかけてね、キューティクルボロボロにしちゃって、色が抜けやすくなってるんですよ。はい、なんかリスナーさんから和道さんと同じメーカーの使ってみましたよって言って画像送られてきたけど、すごい綺麗に入ってたよ、女の人。まあ画像ね、リスナーさんの画像だから見せらんないけど、あ、ホーユーっていうところの使ってんだけど、ホーユーすごくいいですよ、カラーマニキュア。音聞こえない？音聞こえない？どう、みんなバグってますか？音聞こえますか？どうだろう。聞こえない？聞こえる？聞こえる？ありがとう。
1時間経ったんで、もしよかったらアイテムください。お願いします。聞こえた？よかったよかった。今日天気いいからスケボーやりに行こうかな。はい、バガゴゴありがとう。ありがとうございます。はい、ネズミちゃん、風船5個ありがとう。ありがとうございます。天気めちゃめちゃいいな。散歩行く？お散歩再配信する。お散歩。天気いいな。日曜日？今日。日曜日か。遊びに行きてえな。
髪の毛染めようかな。のんちゃん、のんちゃん寝てるかな。髪の毛染めてみようか、自分で。髪の毛染めます。髪の毛染めるわ。ああ声聞こえるよね、これで。一回シャンプーしないとダメなのかな。出てんの。いや、自分でやるわ。のんちゃんうまくできないよ。
今 LINE 来んの？すげえ抜け毛がすごいめっちゃ髪の毛抜けてる。大丈夫かな。染まってる？みんなどう？いけてるかな。大丈夫そう？この辺がまだか。髪切りてえな。伸ばそうかな。どうしよう。髪切ろうかな。後ろの方ができないな自分じゃ。どう？いけてる？
これで温めるらしい。この辺慣れてない。これで一回温めればいいのかな。ドライヤーかける。オッケー。後ろにつくと見えない。この辺触ってねえな。この色いいよね。この赤はすごい。大丈夫かな。二度染めするか。一回塗った後。一旦これで終わり。ドライヤーしてくるわ。あ、取れねえ。ドライヤーしてくるね。
いや俺ハゲだよ。ほら攻めてるんだよ、頭皮を痛めつけて。10分ぐらいかな、長く置いた方がいいんでしょ。10分ぐらい置こうか。もう一回染めてみようか。いやーよくわかんない適当。太ったかな、太ったかな、うん、起きすぎも注意なんだ。あ、色味が暗くなった方が好きだね、俺は。色味が暗くなった方が好き。太った、寸胴体型。おデブちゃんだよ、おデブちゃん。のんちゃんが寝てるよ。おはよう天神さん、ハートありがとう。全然太ってないよ、むっちりボディだよ、むっちりわがままボディ。二度染めしたらかっちり入るっしょ、たぶん。これ結構持つな、もう3回以上使ってんだけど、今回3回目か。1000円で売ってんだけど、これ。3回分ぐらいになる、悪くないよ。おはよう、あっこさん。おはよう。今、髪染めてる。今回は二度染めしようと思ってます。やっぱいらっしゃい。
今日あの女性リスナーさん当たり枠ですよ、当たり枠。俺の豊満なボディが見れてるから。配信会を一応美しいと言われたボディ。バキバキでしょ、腹筋割れまくってるから。え、髪の毛染めてるよ、知らんけど風船ありがとう。髪の毛染めてる。そろそろ洗ってくるか。この色いいんだよな、この色いいよね。このままうまく入るといいんだけど、深い赤でかっこいい。もう一回染めれば大丈夫だと思うんだよね。めちゃくちゃいいよねこの赤。ストロベリーレッドってやつね。グラマージュのストロベリーレッド51番グラマージュヘニヘアマニキュアストロベリーレッド。ちょっと洗ってくるわ。
おお、なすびさん、おはようございます。さっきよりは濃くなった。さっきよりは赤入ったか。あー、でも入りが弱い気がするな。よし、いいか。あんまり入ってないね。色染めします。髪色ね、もっと深く入れたいんだけどね、なかなか入らない。もう髪がダメなんだろうな。行こうか迷ってる。髪伸ばそうか、それとも美容室行って整えるか迷ってるね。染めるのはまあ自分でいいやと思ってるんだけど、ドライブヘッドのタイガ君が分かんない。トリートメントの方が、へえ、マジで。カラートリートメント。髪傷んでますね、ボロボロっすね。そう、沖縄の美容師さんがブリーチしすぎなんだよね。ヒカルくんの美容師さんは良かったんだけど。
二度染めし、二度染め、あの深いこういう色は二度染めするよ、結構。あのビジュアル系みたいな色入れる場合はね、こういう風に入れる場合は。女性みたいに薄く入れる、ほんのり入れる場合は二度染めしなくていいと思うけど、普通の人は働いてるだろうからこんな髪の色できないよね。ああなんかあのヘナカラーだっけ、なんだっけ、あのありますよね、ドンキの有名なやつ。よし、これでドライヤーかけてくるわ。キャップいらないね。ちょい塗っとこうかな。ちょい塗っとこうか。気持ち追加します。後ろの方につけた方がいい？色薄い後ろの方。後ろ。あれ、ペーサムネ変えた？さこの前のサムネ良かったよ。変えない方がいいよ。あのサムネ良かったよ。ダメだ、キャップか、あー失敗した、乾いちゃったよ、乾いちゃった、なんか整髪料みたいに乾いちゃった。キャップしないとダメだわ、みんなキャップはしないとダメ、ただの整髪料みたいに固まっちゃった。前よりも濃く入ってる、なんか濡れてない、乾いちゃった、大丈夫かな、処理させないとダメだよね、多分。この赤いいよね、これくらい深く入ったらかっこいいんだけどな。しばらく
置いてみっか、これで。後ろがちょっと長くなってきた。っていうか、これがあったんだけど、紙のキャップ、これをやってからじゃないと多分ダメでしたね。多分整髪料みたいに乾いちゃった。もう洗ってこようかな。これもパリパリだもん。失敗した。二度染めしたから大丈夫だと思うけど、ちょっと乾かしておきます。あ、洗ってきますね。洗ってきます。どこが中年の腹なんだよ、おい。どこが中年の腹なんだよ。俺ふざけんなよ、ほんと。どこが中年の腹なんだよ、おい。対外にしろよ、ソースを出せ。ソースを。おい。おい。どこが中年の腹なんだよ。
あんま染まってないね。二度染めしたけど、どう？こんなもんかな。こんなもんか。染まってる？どう？こんなもんかな。綺麗に染まってる？濃くなった？自分じゃわかんねえな。なった。アイワードツイ。生え際残ってる。刈り上げは、いやいや、前から刈り上げでは2ブロックだよ、俺。前から2ブロックのアシンメトリーのコツが短くて。で、コツ側の赤のところが長いっていう。両方刈り上げてるよ。前から。伸びたところ、いや伸びたところじゃなくて両方とも2ブロックなんだよ。サイドは短いの、この髪型は。かっこいいよ。でこっち側はパッツンというか、こっち側は黒で短い。もともとそういう髪型で、ありがとう。いい色、ありがとう。このカラーは好きなの。多分ね、ジェルとかつけると濡れると黒くなる、暗くなる。ジェルつけるとかっこいいと思う、色的には。いやいやいや、ただ塗ってるだけですよ。みんな日光浴しましたか、うん、今日は何やろうかな。スケボーはあれからやってないね。やりたいんだけどね。秋晴れみたいな天気、なんか今日はあったかいですね。バーって晴れてるね。今日はすっごい晴れてる。今日なんか海辺とか散歩したりスケボーやったら気持ちいいよ。最高だよ。やる場所がないんだよね。そう、まあ道路でやろうと思ってんだけど、あんまりね、昼間から道路でやってて子供とかぶつかったら大変だからさ。何やろうかな、今日は何して遊ぼうかな。
和戸散歩、うん、警察呼ばれた？ああ、何、なんだっけ、スケボーの件、うん、スケボーの話。練習ぐらいっていうか、公演って何なのかって話になってくるよね。その税金って何なのかっていう、何でもかんでも気にすればいいってもんじゃないと思うけどね、俺も、うん、警察呼ばれたから何なんだって話もあるし、何でも通報すればいいってもんでもないと思うよ、俺も。あんまり好きじゃないね、そういう文化は。何でも通報してざまあみたいな、クソかっこ悪いと思ってて、そっちの方が税金の無駄遣いじゃん、うん、なんか捕まればいいのにっていう、その本当に法律改正して、その虚偽通報、うん、本当に迷惑だったら考えるよ俺も。だってさ、夜中の公園ですねえ、広場でさ、みんなが集まってる文化でスケボーをやって何が悪いんだっていうのは思うね。バカ臭いよね。潰すとかじゃないじゃん潰そうっていうか、あんまり関心がないね、なんか、うんと、なんつうんだろうな、メリットのないことをやらないじゃん、人間って。人間でメリットのないことをやらないでしょ。で、その彼と絡んだところで俺にメリットが一つもない。彼はメリットしかないかもしれないけど、俺はデメリットしかないでしょ。だからまあほっとくよね、うん、そう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 、中央公園の滝みたいなところ、コロンジェさん、そうそうそう、和道アンチとかで、まあまあそういう構造になるんじゃないの。でもまあ別に俺からしたらそこは別に、なんだろう、彼のスタイルだから突っ込むところはないけど、ね、俺は別に絡む必要ないじゃん、何のメリットもないですよ。向こうはメリットしかない。あ、初見さん NG ワードだねそれ、うん、ドルさんがそれに対して何て言ってた、
なんて言ってた？どうなんだろうね。うん、申し訳ないスライムさん、ありがとね、見てくれて。もしよかったらフォローしてください。あまり人に粘着しすぎるとネタが切れたら潰れますね。だから実際自分のネタやってたら人集まんないよ、うん、自分のコンテンツをやって自分のファンを作っていかない限り配信者は息が短い。売名することは簡単なんだけど、本当の実力を持ってないと無理なんだよね。本当に実力ある人は売名した時に効果を発揮するよ。でもね、結局ね、コツコツやってるやつには勝てないよ。だって支援もされてないでしょ。実際なんか交通費がたまったら来るとか言ってるけど、俺もうメール送ってるもん。1時間3万円払う人以外は会う気にありませんよって、うん、だから彼がね1時間3万円用意するなら対談でも何でもやるよねえそう思わない。1時間3万円きっかり用意しますって言って、そは別に向こうの配信出てもいいよ。仕事として受けるから。それ同意見でしょ。メリットが何もありません。ドレさんがなんてコメントしてたか気になるね。ちょっとラグいな。今お出かけ中で伝えられない。あ、了解了解。今度ゆっくり。はいよ。なんか他の人でドレさんがなんて言ってたのか知ってる人いたらコメント書いてください。
暑いな。今日は暑いですね。夏っぽいね。ドレさん、和道さんに飯食わ、和道さんに飯食わせてもらってる分際で。ああ、なるほど。和道に飯食わせてもらってんじゃないかと。ああ、まあ、そうなるわな。まあ、だから、嫌われたら終わりだよ。狭い世界なの、本当に配信会って。なんか、有名になりたいってみんな思うじゃん。だけど一回干されたら終わりなんだよ。だからね、そのステージの上では何やってもいいかもしんないよ、配信者だから。でもね、一回干されたら終わりだよ。一回嫌われたら信頼関係取り戻すのに3年かかるから。和道のおかげで飯食わせてもらってるんだから感謝しろ。ああ、まあそこに気づけるかどうかだよね、本人が。そう、配信上で何やっても構わないけど、裏でリスペクトがないとか信頼関係築けない。だからみんなモノマネをやってんだよ。あの配信上で動画で見たから俺もやっていいんじゃないかっていうさ、モノマネでしょ。でほら、ネットってさ、賛同者の得やすいじゃん、コメントで見やすいじゃん。サイレントマジョリティっていう概念がないんだよ彼には。多くの人に見られて公共の場でやってるっていう自覚がない。だからね、自分でもし手のひら返された時にさ、賛同者がいないとさ、誰からも支持されないっていうことにいつか気がつくんだよ。あれって俺ってこんなに発言力なかったのって、俺の発言ってこんなに届かないのって、いつか痛い目見ると思うよ。あんなの誰も助けちゃくんないよ。リアルにね、ちょっと病気の気があるよね、あの粘着質なのは。あれちょっと病気の気があると思ってる。病院行った方がいいよ。とこさんおはよう。おはよう。おい、おはよう。コピちゃん、おはよう。なんか誰かの足を引っ張って引きずり下ろそうとするやつはね、根本的に自分の努力をしてない人間ですよ。ダメ。努力は裏切らないよ。努力すればいいのに。風船ありがとう。今津さん、風船ありがとう。ある意味和道さんのネタしかないのがかわいそう。自分がなさすぎ。
配信ってさ、やっぱりさ、その誰か有名人の名前を出すと閲覧が上がるじゃないですか。で、人の悪口って面白いんだよ。だから見る人は増えますよね。ただ、その人を好意を持ってくれてる人もいるんですよ。で、その人を敵に回すスタイルじゃん。だから、どんどん見えなくなって、殻にこもっていって、内側にって言って。だけど、飽きられるんだよ。もうさ、例えば1回だけやるとかさ、みんなスパッとしてるじゃん、ネタでやるんだったら。1枠だけとかさ、引っ張りすぎなんだよ、いくらなんでも。で、行動をしない人は評価されないよ。だってさ、和道のところに行きたいから花火くださいって、なんでお前の都合で動くのに花火をあげないといけないのって思うじゃん。自分で金貯めてやれよって思わない？そんな言いたいことがあんなら。そもそも本人が会いたくないっつってのは会いに来るっていうの理屈もよくわかんないし、それで花火くれよって、わけがわかんないよね。そうピンでも魅力的だったらね、一人でもやっていけるんだよ。風船ありがとう。だからさ、人数少ないかもしれないけど、稼げてる人いっぱいいるじゃん。ないよ。まあでも自分の才能に気づけないからそういうことができるんだろうね。世直しね。世直し。世直しっていうか、ただの嫌がらせだからな。ハートプレゼントありがとう、ガンクロさん。アイテムありがとう。ソソバーガーありがとう。ありがとう。あのさ、ドレさんのさ、リンゴの箱なんで硬さないの？ あのリンゴの箱にどんだけ思い入れあるんだろう。 話は全然変わるんだけど、あのリンゴの箱は硬しましょうよって思わない？
あれは、ね、ネタ振りだよね、完全な。昨晩の荒野絡みで女性リスナーはものなのかって思えて嫌な気持ちになりました。ほう。飽きたら他配信者に回して性的ネタごと配信しまくる鬼畜ガキ畜生会さながらの境界です。私の周りには広がらない世界です。なんだろうね、子供の頃からね、あんまりその女性な風俗嫌い好きだったんだけどあのね、風俗はなんで嫌いなのかっていうと、風俗産業は別に従事してる人を否定するわけじゃないのよ。ただそのやっぱり闇が深いっていうかさ、心に檻が溜まっていくわけじゃん。だからそのなんだろう、好きな人とセックスをしたりとかするのって大事なことなんだよね。あのなんだろう、いいセックスした方がいいよって話なんだけど、なんかその金で自分をこう自分の快楽を買うわけじゃん。だけどね、そこには何も生まれないんだよね、その先から。ちょっと言いたいことがまとまらないんだけど、だから女性を物扱いする女性はだ、あ、女性を物扱いする男性はダメだよ。女性を物として扱う、道具として扱うっていう。どんな色恋してもいいと思うけど、略して稼ぎ女をロータリーするって価値観好きじゃない。まあでも幸せになれないと思うよ。結局人間関係がうまくいかないと人生ってうまくいかないわけじゃん。パートナーは大事にした方がいいと思うけどね。で、好きじゃないなら付き合うべきじゃないよ、やっぱり。それは経験してきて分かることじゃん。だんだん年を取って分かっていくことじゃん。若い時は分かんないよ。色に振り回されるわけだから。いいんじゃない？うん、荒野もまだ子供だしさ。で、女の人もそれに気づけるかどうかでしょ。おはよう、ヤナラッキー。男も女も勉強だよ。で、本人がいいっつうならいいじゃん。その人生はわからないよね。ハートありがとう。ハートありがとう。そんな色恋に巻き込まれるなら、陰でひっそり風俗してた方がマシですよ。元風俗営業管理サイド。ほう。あ、プロだからね、彼女たちは。サクトラおはよう。このコード綺麗だよね。この音綺麗。
こと深く愛されたし冷たい頬ってどんなコードだっけ。愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた小さな声で。鮫島さんネタですか。和道さんのこと好きじゃない嫌いじゃないって言いながら見守ってる気持ちが伝わってきた。好印象、そういう人だよね。諦めかけた楽しい過去の日々に、一度きりなら届きそうな気がしてた。誰も知らないとこへ上がれるままにされていた猫のように、 ふざけすぎて恋が幻でも構わないといつしか思っていた。壊れやら君を追いかけてく、近づいても遠くても知っていた、それが全てで何もないこと、時のシャワーの中で。ソーリー。夢の粒もすぐに弾くような逆上がりの世界を見ていた。壊れながら君を追いかけてく、近づいても遠くても知っていた、それが全てで何もないこと、時のシャワーの中で。さよなら僕の可愛い白爪草と、手帳の隅で眠り続けるストーリー、風に吹かれた君の冷たい頬、スピッツ、冷たい頬に触れてみた小さな午後。知らない？聞いたことない？親友時代から彼に大事にされてる口だから幸せをかみしめた夜だった。晒されて鋭利につなげられるなんて怖すぎる。仏教の魂の境界である十戒論は正しい。
まあ俺大丈夫否定派だからな。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど思い込みの恋に落ちた。初めてプライドの柵を越えて輪廻転生が受け入れない受け入れられない受け入れないくつ。そう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 。風のような歌届けたいよ。野生の残り火焚いて素足で走れば。いやー上がりにいらっしゃい。柔らかい日々が波の音に染まる。幻を寝ないで寝ないで熱心曲げた思い出も捨てられず生きてきた。ギリギリ妄想だけで君と水になってずっと流れるよ。行き着いたその場所が最後だとしても柔らかい日々が波の音に染まる。幻を覚めないで渚は二人の夢を混ぜ合わせる揺れながら輝いて輝いて。私は和道さんが和道さんのままダライラマ法王みたいに転生し続けたって良いと思う口。もしかしたら自分が嫌いなのかな。大乗が苦手って不思議。妄想ごめん。なんで輪廻の概念を否定してるかっていうと、生まれ変わることが素敵だと思ってないんですよ。まずそもそもバラモン教の輪廻転生の概念っていうのはカースト制度、要はもう人間に生まれた変わりたくなかったら頑張りなさいっていう制度なのね。だからそのインド人がなんで輪廻転生を受け入れてるかっていうのは、奴隷であったりシュードラスードラとかアウトオブカースト、要は人間に生まれられなかった人、奴隷に生まれた人が今日奴隷をやりきって、別の人間に生まれ変わるんだっていうカルマの清算をするための論理なのよ。だ日本人というのはまた生まれ変わって素敵に出会いましょうって勘違いをしてるので、まず生まれ変わりたくないから下脱なわけだから、仏教の根本はでしょ。そう、その支配の論理なので、現代社会では否定しなきゃいけない論理なんですよ。突き詰めて考えると、それはなぜなのかっていうと、今世、要は自分の人生、もし輪廻転生がある今世っていうのがあったとしたら、この人生がうまくいかないのは前世のせいなんだっていう論理になっちゃうの。わかる？で、今の現代社会っていうのは今回限りの人生だっていう前提で生きてるわけだから、努力をする、差別をなくそう、差別を肯定する論理なのよ、突き詰めて考えると。で、俺は差別は良くないことだ、カルマなんてないんだって思わないとダメだと思ってる。じゃないと今の人生を良くしないっていう考え方だから、だから大乗の考え方を否定してるのね。まず日本人は生まれ変わることがいいことだっていう前提で議論をおっしゃってるから、それは俺は間違いだと思ってる。
以上です。ガルダさん、理由を述べるとするなら。幼い微熱を下げられないまま神様の影を恐れて隠したナイフが似合わない僕を踊けた歌でおなむさ。チベット仏教は開いた時、悟りを開いた時かな、シナ経由で釈迦仏教ではなく、釈迦インド仏教、釈迦インド仏教を教学として導入してしまった。その際インド仏教は大乗だったと思うのですが、だから法王は生まれ変わってる。ちょっとまとまってないかな。言い潤わせながら日々割れながら輝く術を求めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。夢を濡らした涙が海原へ流れたら、ずっとそばで笑ってとそばで笑って生きてほしい。そうそう、アグリンっていくつだっけ？俺より年下？世代でしょ多分。 Oh, this is very invisible.ステイオブカラオケ麺うるせえわ懐かしいよね。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏せまる街並みや車の流れ、俺より言ってんだ。追い越してチベット仏教イコールダライラマ14世、輪廻転生を14回繰り返してる。現地のチベット仏教アムチと重ねた会話の中で学んだことです。理解不足かしら。いや、だからチベット仏教っていうのはそもそも梵教と一緒になってるわけじゃん。だからそのもちろんその原始仏教の名残っていうのはあると思うんだけど、なんて言うんだろう、古い仏教ではあると思うんだけど、梵教の影響をかなり受けてると思うのね。そうで、その釈迦、俺は釈迦派なんだよ、いつも言ってるけど。釈迦の論理が好きなの。釈迦が言ってることは正しいと思うの、納得ができる。ただその大乗であったりとかっていうのはさ、あの道教儒教の影響って受けてたりとか、チベット仏教っていうのはそのなんだろう、
ボンキョウの影響を受けてる。だからスッタニパータとか、ダンマパダとかさ、あの辺のなんだろう、お経っていうのがしっくりくるけどね、考え方としては、うん、いや全然生意気じゃないよ、俺も全然不完全だと。ただやっぱ輪廻転生の概念っていうのは受け入れられない論理だから。で、根幹の論理でしょ、輪廻があるのかないのかっていう部分に関しては。で、輪廻があるって断定した宗教っていうのは、それを元にプログラムを作っていくわけだから、だからその大元になってる価値観が、俺はその大乗っていうのは仏説にあらず、大乗非仏説論っていうんだけど、大乗を仏説だと思ってないの、うん、そこかな。あの人はもう気づく頃よ、バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限り、うちには帰らない。不安な気持ちを残したまま、街はどんどん遠ざかってゆくわ。明日の朝、ママから電話で叱ってもらうわ、甘いダーリン。個人的には生まれ変わって世界中を楽しませてほしい。和道さんきっと面白い下界に戻されるよ。ふふ。あのね、OK。じゃあすごい深い話だから続けようか。せっかくだから。生まれ変わりの論理っていうのは何なのかっていう深いね、せっかくだからガルーダがいい提案をさせてくれてるからやろうか。仏教になるのかどうなのかっていう話なんだけど。生まれ変わりをあるっていう風に信仰してる人を否定するつもりは僕にはないです。正直言うとないです。自由なんで、思想と宗教と考え方は。ただ、生まれ変わりって何なのかっていうと、おマリアンワドツ、生まれ変わりそのものが何なのかっていうと、データベースなんですよ。データベースで、データベースってじゃあ何なのか、記憶でしょ。生きてる時に記憶なんですよ。うん。で、俺は長い目で見たその大乗の価値観、輪廻の価値観っていうのは分かるの。ブッダが言いたかったこと、要は DNA レベルに刻まれたりとか、記憶とか社会の変革とかを行うと、その思想とかそういうデータみたいなものは書き換わっていく。ブッダが言いたかったこと、そういうことなのね。例えば俺が、のんちゃんと生きた。で、のんちゃん、俺が先に死んじゃっても、のんちゃんの心の中には、もしくはリスナーさんの心の中には、俺っていう記憶が宿るんですよ。で、もしかしたらその、まあ、1万人見てくれてる中で、俺の言葉とか発言とか行動がその救う可能性がある、もしくは心に残る可能性がある。で、その子が子供を産んだとしよう。その時、和道の話をした時にっていう話なんですよ。つまりこういう心のデータベースとかが移ろいでいきますよって、思想って言った方がいいのかな。こういう解釈だったらあり得る。ただね、現代社会で受け入れちゃいけない論理っていうのは、ないなんて思ったら怖くなる。また出会えて、あのね、そこが宗教のダメなところなんですよ。僕が宗教を否定するところなの。要はね、宗教って何なのかっていうと、死の学問。人間は死ぬっていうことを自覚を覚えてから自我が芽生えたって言われてる。それで言葉を覚えた。ね。宗教とは何なのか、死生観を作るんですよ。死ぬことと生きることを論理づけるのが宗教の役割の。だから原始的な学問として今でも残ってるわけ。人間は死ぬから。死を克服したとき宗教がなくなる。で、死、無になる恐怖を、無になる恐怖と戦うのが人間の役割なんですよ。わかる？で、死ぬのが怖い前提だから宗教が発展しちゃったの。
でもこれって支配の論理なんだよ、突き詰めて考えると、うん、でしょ。だから実は本当はないんですよ、やっぱりないことを知らないといけないし、現代社会では輪廻しないよって教えないといけないんだよね、うんうん、例えば今うまくいってるのが前世いいことをしたからだ、今うまくいかないのは過去世悪いことをしたからだ、今努力しても来世にしか報われません、この論理は絶対ダメなんだよ、これが含まれちゃってるの、絶対今を変えようとしない論理なんだよ、わかるかな。今努力しても報われるとは限られませんよっていう論理の、これは差別を生むんだよ、平等の概念から反する考え方なのよ。最終的にはもう戻る必要のない仏を目指して精進する、数学だから戒めとし、うん、数学教学だから戒めとして悟してるんでしょ、教えだから。まずいつも前提となってるのはブッダが六道輪廻であったりとか、を話してるお経っていうのはバラモン教徒に対して言ってるんだよね。だから輪廻転生が当たり前にあるっていう価値観のもとの、教団、要はバラモン教の信者たちに唱えてるの。だからね、位の高い王様とか学者とかに話をするときは六道輪廻の話の話題すら出てないのよ。位の低いお経なのね、うん、でその六道輪廻があるっていう風に信じている宗教が僕は悟れるとは思えないんだよね、うん、その本当に悟りを目指すのであれば、悟りって俺はそういうことじゃないと思ってんの、生きることと死ぬことを超えることだと思ってるのね、ニルバーナっていう状態っていうのは、うん、バラモンに唱えられる呪文、唱えたくなる呪文、うん、バラモンに唱えたくなる、唱えた釈迦の気持ち、バラモンに唱えたくなる、唱えた、なんだろう、うん、そうで、ボンガ一如っていう考え方がウパニシャットにあるわけだ。要はアートマン、自分の意識、自分の魂っていうのと宇宙全体を支配してるブラフマ、宇宙の意志、神様のことだよね、宇宙を作った神様と自分はボンガ一如でつながってるっていう思想がバラモン教の教義なんですよ。 OK、 自分の自我と宇宙がつながってるっていう根幹の考え方、これをボンガ一如って言います。ボンっていうのはブラフマーのこと、ガっていうのはアートマンのことで、ボン、ブラフマーっていうのは何なのかっていうと宇宙を作った人、神様のことで、ガっていう、我って、日本語でも我って書くでしょ、あれはアートマンっていうんだけど、自分の意識とか自分の魂とか、これは一体であるっていう考え方の、だから輪廻するって考え方なのね、わかる？ここまで OK。 じゃあウパニシャット哲学からね、 OK。ボンが一如、親父が死ぬ前に死ぬのが怖いんではなく、自分の周りにいた人が時間の経過とともに自分が生きた存在が薄れていくと、あーなるほど、素晴らしいね、お父様、そう、忘れられた時死ぬんですよ。だから宗教で普遍的な問いっていうのを行えば永遠の命があるよと教える。で OK、 ボンが一如っていうことがあると、これがバラモン教の教義の根幹になってる部分、宇宙と我は一体である。 OK ね。階級社会である、うん、階級社会に異を唱えたわけじゃないの、今その説明をするからちょっと待ってね。ブラフマーとアートマン、梵天と自分は一体であるって考え方、だから六道輪廻するわけじゃん、循環していく、生まれ変わるって論理になるので、仏教って何なのかっていうと、アートマンの否定をした人なの。我なんてないって言ってるの。おはよう醤油さん。まず仏教の教えで我がないっていうこと、要はアートマンは存在しないって言ってること、ガルーダだったら知ってるはずの、知ってるでしょガルーダ、我がないって言ってるの。我なんてものは妄想である、妄想であると、幻想であると、わかる？我を否定してるってことは、ボンガなんてないんだよ。
つまり、おお高山久しぶり。つまりブッダは間接的に輪廻を否定してるんだよ、うん、これがわからないんだよ多分この論理っていうのは。アートマンがないっつってる時点でもう凡が一如がありえないの。つまり凡が一如を否定をしてるってことは生まれ変わりないでしょ。わかる。そう、これをそのなぜお坊さんが理解できないのかっていうのがわからない俺は。どうだるだ、説得力あるでしょ。そう、無我でしょ。無我を唱えてるわけじゃん。でじゃあバラモン教の教義である凡が一如、根幹の部分なのよ。ウパニシャットの要は奥義なのね。これって奥義であるとともに根幹なわけじゃん。もう輪廻の輪廻ってその側の部分なので、ウパニシャットの根幹の部分、要は教義の根幹の部分である凡が一如が否定されてるんだよここで。要はもうディベートに勝っちゃってんの。だけどそれがそのなんていうの、広まっていくにつれて宗教が融合していくわけじゃん。特にチベットはだからいつも言ってるけど、そのバラモン教的なそのダライラマの思想、梵教の思想なのね。生まれ変わっていくっていうの、なんか他の宗教にはないでしょ。仏教で生まれ変わりのその代々やっていくっていうの、だから独自の地元に根付いた宗教だっていうことを理解しないといけない。だからチベット仏教って呼ばれるわけ。古い仏教であることは、古い宗教であることは同じなんだけど、俺はその仏説ではないと思うよ。やっぱり俺はだから釈迦の言った我は存在しないっていう方が正しいと思ってる。そこがその大乗を受け入れられない論理かな。ちなみにブディストではないけどね俺は。要は死んで消えてなくなるっていうことを考えた時に、それを心のありようで、それは妄執、要は誠意に対する執着であるっていう風に釈迦は唱えてるわけじゃん。その誠意に対する執着を捨てるのがニルバーナでしょ、うん、そう。お釈迦、釈迦仏教から離れて各派が驚愕に肉付けしていった部分が輪廻転生。うーん違う違う、さっきから説明してるけどガルーダ、違う。輪廻転生っていうのは仏教が生まれる前にもともとあった考え方、世界中にあるの、日本でもあるの。要は原始仏教の、原始仏教じゃなくて原始宗教、要はね宗教というかアミニズムって考え方に近いんだよ。どちらかっていうとそのギリシャ哲学とかでもそういうくだりとか出てくるでしょ。いろんな宗教の中に永遠の命があったりとか生まれ変わったりとか。だから人間が死ぬのが怖くて自然発生していったの、土着信仰っていうのかな、生まれ変わりましょうねって普通に短絡的に思うわけだ。だけどそれを否定して出てきたのが仏教なの。まずそうじゃないよって、あのそれはその苦しみを余計生むんだって言って否定して回った人が仏教で、広がっていくときにそれを守り続けてた宗教学派があるわけじゃん。で広まっていくにあたって土着の信仰と融合していくのよ。道教儒教と融合したのが中国の大乗仏教でしょ、とかその梵教と原始仏教が融合したのがチベット仏教だったり。で広まっていくうちに妥協点を見つけて発展をしていくわけよ。だから日本の仏教なんてまさに中国大陸から入ってきた大乗がさらに日本流にアレンジしてるから、キリスト教の経教の影響とかをかなり受けてるのよ。だからそのなんか阿弥陀仏唱えたら救われるとかになっちゃってるわけじゃん。もう根本的に間違ってるよね。釈迦が否定した論理だから、偶像崇拝ダメだっつってんだから、呪文は唱えるなって言ってんだよ。だから俺はそこは否定するかな、どうしても、うん、さっきも言ったけど差別を助長する考え方だと思ってるから。俺の考えでは、なんつうんだろう。
チベット仏教信者たちから聞いてる話は日本の大乗仏教学とごっちゃになってる。あのね、チベット仏教信者たちが言ってるのは正しいと思うよ。なんでかっていうと、チベット仏教の話をしてるからだよね。チベット仏教の考え方があるから。で、その俺はチベット仏教も原始仏教もキリスト教でも何でもない無宗教だから、俯瞰して見れるわけよ。そのうーん難しいな。信仰するのは自由だと思うんだけど、一回ね、多分盲目になってると思うよ、ガルーダは。あのそのなんて言うんだろうな、なんつうの、中に入ってる状態からでしか物事を語れなくなっちゃってるから、一回外に出てみると楽になるよ。少女仏教は、大乗理解につなげるための慈悲的教えだと思っています。方便論。あ、俺はだからそのなんて言うんだろう、その大乗非仏説だね。仏説とはあんまり関係がないんじゃないかっていう風に考えちゃうんだよな、冷静に見て。もちろんそのナーガールジュナとかがその大乗を大発展させたっていう部分っていうのは否定しがたいものなわけじゃん。だけどなんだろう、修行しないと悟れませんよってブッダ言った人なんだよね。簡単にそのこっちの船に乗っかれば悟れるっていう考え方は、大陸を支配するっていうか、その誰かを支配しようっていう論理にしかどうしても思えないんだよな。だってその悟りって得られる、入信したら、お札を買ったら、呪文を唱えたら、絶対ないよ。それは死ぬのが怖い人を騙す論理だよね。まさに宗教の一番悪いところだと思ってて、勧誘の論理だと思ってて、どうしても受け入れがたいかな。そのなんだろう、大乗仏教を信仰してる人が悪い人だとは思わないの。俺は大乗仏教を信仰している人は悪人である、間違った考え方をしているとは思わない。でもその思考すること、自分で考えることを徹底しているのかっていうね、嘘も方便みたいな感じ。いつ死ぬかわからない時代で生きながらにして仏を目指して精進しましょうは切なすぎる。なんだろうね、そうだろうね。もはや少女仏教は今の時代には即さない、でも消えるわけにはいかない。いや、あのね、っていうよりも、上座部が向いてないっていうよりも、仏教の根幹はそこにあるはずなんだよ。悟るなんて無理でしょっていう、それくらい厳しいことですよっていうぐらいストイックなものなわけだ。それを簡略化したものだと思ってて、で、それって意味があることなのかなっていう感じがするのよ。それで救われる人はいると思う。気持ちが楽になる人はいると思うの。そのじゃあ俺が目の前で死ぬ人がいると、子供が死にそうだと、和道さんのファンです、生まれ変わったらまた和道さんに会いたい、和道さんの放送を見たいって言ったら俺は方便解くよ、間違いなくガルーダだけどね。その人が幸せになったのかって考えちゃうんだよね。その時は方便解きますよ僕は。また生まれ変わったら僕の放送を見てねって必ず言うだろうね。っていうのと、とだよ。と。その人がその考え方になるべきだっていうのは別の論理だと思うんだよね。宗教ともっと内包してるものっていうか、心の哲学だっていう捉え方があるから。仏
教ってド M でストイックですよね。超ド M だよね。世界中がキリストしたい気持ちになるんだろうな。厳しいのも。でもまあキリスト教、キリストとブッダが見た世界は似てると思うけどな。聖人が見た世界は一緒だと思うよ。こう考える。俺だったらガルだ。あなたがいいことをしたら来世よく生まれ変わりますよっていうのは、要はバカにされてる。なぜかあなたのグッド、善っていうのがあればいいメリットがありますよ。金銭的に豊かになる、生活が楽になるっていう人参ぶら下げてる理論に見えるのよ。で、俺の考えるグッドっていうのは違うの。たとえ報われなくても本人が正しいと思ってやることなんだよ。だから俺の言い方だと、あなたが死んでもあなたは良くならないかもしれないけど、世界はきっと良くなりますよ。そっちの方が正しくない？現代で言ったら。わかる？あなたが死んだら、生まれ変わったらあなたはいい思いしますよっていう考え方と、あなたが生きてる間にいいことをしたら、あなたはいなくなりますけれども、世の中に残された人たちはとても良くなりますよ。俺は後者を選ぶけどね。俺は後者の論理が好きかな。難しいよね。深いでしょ。で、解釈としては両方言ってることが同じ、似てるように聞こえるんだけど、意味合いが全然違うんだよ。あなたのためにやって、あなたのためにあなたが良くなることをやるのかっていうのと、利他ってこういうことじゃん。ガルーダ、ブッダが言った利他っていうのは、あなたがいい行動をすれば、あなたは消えてなくなってしまうかもしれないけど、世の中はきっと良くなりますよ。これってニルバーナそのものだし、利他の考えとか全部整合性が合うでしょ。そうで、ちょっと考えればこれを分かるはずなんだよ。大乗っていうのは、それって悟りなのって。例えばだから、その大乗が唱えてる悟りの中で、これって悟りって欲望なんじゃないのって唱えてる学派もあるわけだ。悟りそのものが、ね、それで善が生まれていくわけでしょ。やっぱりね、そのしっくりこないよ。それはなんか、その自分のために見える。で、自分のためにやってるっつってさ、じゃあ毎日お経唱えました、毎日その来世生まれ変わるために善行を積みました、いや結局自分の欲のためじゃん。来世生まれ変わりたいっていういい思いをしたいためじゃんってなっちゃうんだよ。で、その大乗を突き詰めて考えた時に、その六道輪廻であったりとか、その心の問題、要はその仏教の根幹を理解してるかどうかっていう問題になってくるの。仏教ってそのまあさっきも話したんだけど、徹底して我はないって考えるわけじゃん。でしょ。全ては移ろいでいく現象だっていう考えるの根幹なんだよ。つまりそのなんだろう、実在論の否定っていう話になってくるの今度は。実在の否定、この世の中に確固たる永遠性のあるようなものなど存在しないと。諸行無常でしょ。池田対策節を聞くとまさにそうだねと思う。釈迦が捨てた煩悩を餌にしてどうする的な。だから違うんだよ、大乗の中の論理にそこが内包されてるから怖いっていうの。大乗を突き詰めて考えると、いや頭のいい人たちが突き詰めて考えちゃうとこうなっちゃうの。そう、大乗の中にそれが内包されてるのよ。でもその大乗仏教を信仰してる人が悪い人だとは思わないよ別に。ただ内包されてる、システムの中に内包されてるの。いや、バグが存在するって考えてもいいかもしれない。で、実在論の否定なわけだ。要は実際にあるものなんて存在しない、全て移ろいでいく。諸行無常ってそういうことでしょ。諸行無常を唱えてる釈迦がなぜ、要はアートマン否定してるわけだ。魂、我なんてものは存在しないで悟りなさいと。
無に滅するように頑張りましょうって唱えてるのに、なぜ来世生まれ変わっていい思いしましょうって言うと思えないんだよ。だから仏教っていう言い方をやめてほしいよ俺は。わかる？だんだん分かってきた。涅槃の段階でその危険性を大乗から払わなかったことが釈迦の唯一の罪なんだろうか。違う、だって釈迦は大乗を作ってないもん。違うよ、釈迦の論理を否定して発展していったのが大乗だから。後半でしょ大乗が出てくるの。釈迦が作った仏教じゃないの。だから仏説じゃないっつってんの俺は。大乗非仏説論、仏教と関係ないと。あんまり、そう、釈迦の教義を取り入れた何かなんだよ。だから仏教を捨てなさいって言って死ぬ時に涅槃に行ったわけでしょ。ね、私の考え方を捨てなさいって言ったわけじゃん。書き記すなって言ったの。で、おそらくきっと私の話は理解されないだろうって遺言で言ったんだよな。まあ、まさに理解されないまま死んでったっていう。そこはインド仏教っていうよりも俺がいつも唱えるときに、釈迦が言ったこと、釈迦が言ったであろうことってあるでしょ。釈迦本人が言ったであろうことで、今度それを教義化していったのが原始仏教ね。原始仏教で、その後学派が原始仏教から分かれたのが上座部大乗に分かれるわけだ。上座部と大乗、まあ、あのガルーダの言い方は小乗大乗ってなるわけだ、ね、でその大乗の中でも融合していくわけだ。で日本に入ってきたのは大乗でしょ。でそのインド仏教っていうのはどこを指すからだよね。だって元は全部インドだから。だから俺は仏教っていうぐらいだったら仏が言ったことって考えるし、そのぶっちゃけた話、大乗仏教嫌いなのは宗教が嫌いな、俺宗教実は大嫌いの。あの宗教好きだと思われてんのよ、詳しいから。俺宗教大嫌いの。大嫌いだから勉強したの。なんで人は騙されるんだろう。そうで、一番説得力があったのが釈迦の論理だったの。この人言ってること正しいねって唯一思えたのが釈迦だったので、大乗仏教は釈迦の教えとかけ離れてると思った。ベースにはあるんだけど、でそのなんで大乗が良くないかっていうと、お経を追加されてるのよ。まずこれは何かっていうと、悟ったら仏なんだからっていう。俺は言ってるのはブッダの方、ゴーダマ・シッダールタからブッダになったこの人が釈迦だと思う、まあ、の仏教だと思うの、釈尊のことね。でも悟りを開いたら誰でもお経書いていいじゃんということで書き足されていくんだよ。で論理が変わっていっちゃってるの、確実に。これが大乗。論理学に関心を示したことイコール救いを宗教に求める、違う。宗教で人は救われないと思ってる派なので、俺は哲学として仏教を取り入れてる、心理学とかその要素の部分で、この人が言ってることは正しいであろうと、うん、そう思います。で、なんだろうな、生まれ変わりを肯定している日本人と生まれ変わりたくないと思ってる人に、だからね、
今の日本人にブッダが何を唱えるのかっていうのは関心があるけどね。もしブッダがいたとしたら現代人の日本人に何を唱えるのか。生まれ変わったら誰々君と会いたいんです、どうしたらいいんですかって釈迦に質問した時に、釈迦は一体何て答えるんだろうって考える、うん、間違いなく釈迦はそれ煩悩だよって答えると思うんだよね。君は別れるよって、その考え方に固執してると君はいつか不幸になるよっていうような気がする、いやそれはガルーダ勉強不足よ。ガルーダも根本的に、だから俺がちょいちょいそのガルーダになんで物申したくなっちゃうかっていうと、仏教を信仰してるでしょガルーダ、チベット仏教なんかどこか分かんないけど、でも生まれ変わらないから釈迦なんだっていう論理が入ってないの。だから大乗の悪いところなのよ。釈迦は生まれ変わらない前提だから釈迦なの。目が覚めてるんだから、解脱してるんだから、でしょ。だから生まれ変わらない人なのに生まれ変わってほしいってなっちゃうのよ。そう。だからその何々っていう生まれ変わりが現れて救いを求めちゃうわけ。ダライラマにしても池田大作先生にしてもそこなんだよ。俺がブッダの生まれ変わりだ、俺は悟りを開いてるぞってなるわけでしょ。大川隆法になっちゃうわけでしょ。やっぱり肯定できない論理だよ。生まれ変わることを否定したっつうかさ、下脱するのが目的の宗教なのに生まれ変わったってどういうことだって話だもんね。最初からやり直せって話だもん。どう考えてもおかしい。そう、体感だからね悟りは。だからもう極端な話、オリンピック選手の超気持ちいいっていう状態でしょずっと考える必要ないんだよね、不思議だよな、短い文章では伝えづらい。全然凸いつでもかけてきてください、もちろんわかるよ、比喩は比喩で。そのための解放されてる、ね、窓口を設けてるわけなんで、いつでも凸かけてきてください。で今はそのあいいよいいよ全然、その今はなんて言うんだろう、その釈迦の論理を考察するっていう考え方だけど、俺の考え方はまた別にあるから、ね、ここがややこしいところなんだよ。あ、和道はこう考えるんだって勘違いしないでほしいよ、ね、俺は全然違う考え方をしてるから。煩悩まみれだからね、悪魔みたいな男ですから、それをお忘れなく。僕の考えではないです。だから友達ってすげえやついるんだよねって話だから友達ですげえ得の高いやつがいるんだよねっていう、悪魔ですよ悪魔、ネックレスに込められた思いは深い、これ、煩悩だから。釈迦は億万長者になりたいとか言わないかんね、怒られる、煩悩の塊だなっつって。これは煩悩肯定派だから、
お、もうこんな時間か、3時間か。早いね、時が経つのは。早いね、次役行こうね。あと30分だよ。で、あと生まれ変わる方が怖いっていうのはあるね、正直言うと。生まれ変わりたくない 怖い、逆に恐怖を感じる。もうこんな思いしたくないんだ俺。消えてなくなりたい。虫になりそうな気がする。そこなんだよね。だからなんでその生まれ変わりを人が人になるって考えるんだろうって。何にもない無機質なものになったりする可能性もあるし、石とか岩とかになる可能性もあるわけじゃん。やだよ、人間ですら嫌なのにさ。で、動物の方が俺は幸せに見えるんだよな。怖いね。すごく怖い。鳥になる修行とかチベットやってるじゃん。それこそ鳥になったりする修行、ポアの修行とかあるじゃん。フームの修行とか。チベット仏教なんかまさにそこでしょ、奥義は。いや、そういった意味での転生はあると思うよ。技法として残ってるし、中澤伸一先生もやってるわけでしょ 虹の海底とか面白いよね、読んでみるとね。だってその現実世界を脳内から消していってさ、脳の中で書き換えていくわけじゃん。葬儀なんて現地に即していて神秘的。ああ、なんか世界観はすごいよね、本当に。だからね、多分ね、俺思うんだけど、ガルーダが興味持ってるのは仏教なんじゃなくて、もっと神秘主義的な部分に惹かれてるんだと思うよ。その仏教っていうよりも、その神秘主義的なもの、もっと綺麗なものとか美しいもの、きらびやかなものっていうか、アートの世界として、そのストゥーパ、なんかその神秘主義的な部分に惹かれてるような気がする。そのチベット仏教っていう。で、面白いんだけど、リスナーさんに、知り合いにペマ・ギャルポさんと知り合いの人がいて、一回そのブッキングしてもらえそうになったんだよね。ペマさんダメになっちゃったんだけど、一回話してみたかったね。あとあれだよ、仏教好きな人だったらびっくりするかもしれないけど、なんだっけ、なんだっけ、何さんだっけな、ネパール仏教だっけ、有名な人なんだっけ、ネパール仏教の。あ、本当に羨ましいわ。一回お話ししてみたかったんだけど、ネパールの仏教のね、何さんだっけな、有名な人誰だっけ、名前が出てこないな。出てこないがあるようだ。ネパールじゃなかったっけ？なんだっけ？いるよ。
長老の名前が出てこない。スマナサーラ長老だ。あのスマナサーラ長老とお会いしたことあって感動したよね。写真撮らせてもらったよ。スマナサーラ長老見る？すっごい昔の写真だからで引っ張ってくるまで時間かかるけど見ます。感動したよね。幡ヶ谷で見たかんね。いや幡ヶ谷にいんのと思って、うん、なんか芸能人見つけた時よりテンション上がっちゃったよ。わーっつっちゃったもん俺。スマナサーラ長老見たい？でリスナーは誰それみたいな感じなの。ワド誰なのそれみたいなリアクションが逆に受けて、だけど仏教好きな人からするとおいってお前スマナサーラ長老に会ったのすげえなっつって、どんな人だったって LINE の食いつきが半端じゃなくて、それが面白かったな。スマナサーラ長老いつ頃だったっけな、すげえ昔だよ。いつぐらいだったかな。写真ねえ感動したよね。スマナサーラ長老どこだろう、何年前だったかな。風船ありがとう。ちょっと待って、いつぐらいだったかな。だいぶ前だよ、だいぶ前。記憶が曖昧だな。いつだいぶ前、いつぐらいだったかな。あれ3年前ぐらい、2年前ぐらい。浅井さんと飯食った後に幡ヶ谷で会ったんだよな。長老の画像この辺か。ツイッターに上げてるけどね、どこだか分かんねえな。覚えてねえな。写真の量が多すぎてごめん、出てこねえわ。見当たんねえ。でもお会いしましたよ。ごめんね、出てこねえわ。いつだったかな。ごめんガルーダ、出てこねえわ。あ、出た、あった、出たって言ってた。ほらいい笑顔でしょ。感動したよねこの時は。あったわ、縁があったね。もうめちゃめちゃ笑顔でしょ俺。満面ね、こんな笑顔珍しいでしょ。満面の笑みですよ僕は。懐かしいな。いや分かるでしょ、すこんな笑顔ないし、なかなかしないでしょこんな笑顔。こんな爽やかなキラキラした笑顔しないもんね俺。いやだって YouTube とかで説法聞いてたからね、うん、瞑想とかの。わー長老って説法聞いてますっていう、ね、いや東京来るとねこういうなんか有名な人にね出会えちゃうからすごいよね。普通に歩いてるんだもん。
あ、いいね。世界一うまいの。いいね。いいよね。俺ものんちゃんにご飯作ってもらうと嬉しいよ。もうご飯できてるよって。いいじゃん、羨ましいな。ラーメン、あのチャルメラのラーメンってうまいよね。あのカップラーメンは俺大嫌いなんだけど、全然食わないのよ。カップ麺とかカップうどんとかもう、もう何年間買ってないだろう。で食べたいと思わないんだよ。料理もあれもうまい。聞いてねえわ。なんだろう、あのチャルメラをさ、ほうれん草とか卵とかさ自分で作ってうまいよね。あのインスタント食品何なんだろう。あー、すげえ食いたい。チャルメラめっちゃ食いて。チャルメラとかさ、なんだっけ、なんていう、インスタントラーメンうまいんだよね。醤油味、何なんだろうあのうまさって。あのラーメンとはまた別の食べ物だと思ってるんだけど、乾麺。あ、乾麺ってあれ台湾から来てるらしいよね、もともと。台湾ではもともとその麺を乾燥させてっていう。あ、俺も札幌一番だわ、ごめんみーすけ、俺も札幌一番。そう、今間違えてた、チャルメラって。札幌一番の醤油味が一番うまい。そう、ドレスダーク様を若くイケメンにした感じ。へえ、あ、そうなんだ。いや、ドレさんイケメンだと思うよ。あの普通にかっこいいっすよ。若い時はまあモテただろうなみたいな。まあおっさんだけどかっこいいとは思うけどね。なんか昨日さ、そのボクシングの試合ずっと見てたんだけど、あのなんだっけ、すげえ有名なチャンピオン、名前出てこないんだけど、なんだっけ、ボクサーでさ、そのアジア系ですっごい有名な世界選手いない？それの対戦相手が親父にそっくりでさ、顔が、まあデコッパゲなんだけど、なんだっけ、名前出てこねえな。アジアの難関王みたいな、もう伝説のプアカー王みたい、プアカー王じゃないんだよな、なんだっけ、ボクシングの、そう、親しみ湧いちゃうんだよね。なんだっけな、パッキャオだ、ありがとう。パッキャオの対戦相手がすげえ親父に似てて、パッキャオだ、ありがとう。パッキャオ、パッキャオっていうか、パッキャオめちゃめちゃ強いね。びっくりしたんだけど、パッキャオ強すぎない？バケモンだね、パッキャオって。試合見ててビビっちゃって。いや、パッキャオやばいよ。なんか4、なんかそのなんだっけな、その6階級制覇のバケモンと戦ってたんだけど勝っちゃったんだよね、階級上なのに。メイウェザーか、メイウェザーじゃなくてパッキャオと誰だっけ、パッキャオとね、オスカー・デラホーヤだ、デラホーヤに勝っちゃったんだよ。で、ね、デビッド・ディアスかな、デビッド・ディアスっていう選手が親父の顔に似てるんだよね、すごい。デビッド・ディアスで合ってるかな。デラホーヤはね、デラホーヤに勝つのと思って、違うな、この選手じゃないな、ちょっと待って、デビッド・ディアスじゃなかった、俺が似てるっつったの親父に。ファン・アムナエル・マルクスかな、マルケスかな、ファン、ちょっと待ってね、知らない選手だったんだけど、この人、うん、ファン・マヌエル・マルケス、この人かな、ちょっと待ってね、試合中の動画しか見てないから。あ、でもちょっと違うな、顔がボコボコになってる動画しかね、この人かな、あ、全然違ったわ。あー、でも戦ってる時すごい似てんだよな、うん、横顔がすごい似てる。いやー、パッキャオ強いよね、殺人的な強さだろうな、ほんと。いやー、ボクシング好きだわ。
なんだろう、ボクシングってなんでこんなにいいんだろうね。キックボクシングとかあんまり総合とか好きじゃないんだけど、ボクシングはすげえ好き。フィリピンの大英雄でしょ、国民栄誉賞取ってるでしょ。うん、強すぎるもんな。どんな強さだよみたいな奇跡だよな。こう国境を越えてファンがいるってすごいよね。俺もファンの一人だけど、いいよな。ステゴロ2やんのかな、ベンジョさん。ボクシングルールでやりたいよ。早パンチ、殴り合いたいは、いや怖いよルンペン、マジで怖いよ。なんつうんだ、怖えんだよ、とにかく。もう、緊張するとかじゃないの。殴り合いが怖くて怖くて。蹴られるのも言ってんだよ、本当に。だけど、なんかこう、自分が試される感じがすんの、なんか。言葉で説明すんの難しいんだけど、なんかすっごいダメなところとか出るんだよ、本当に。自分がそのまま出るっていうか、いいところも悪いところも全部そのまんま出るんだよね。なんか反省が多いって感じかな。もう一回やりたいっていうか、こうすればよかったっていうのが出ちゃったんだよね。全力でできなかった、何もやらなかったっていう。もう自分守るのに必死だったかんね。だったらもう死んでもいいから、もうぶっ殺すみたいなのはできなかったから、やってみたいね、そういう。なんかこう、まあどうなんだろう、またやってまた恥かくだけなのかな、またボコボコにされるだけなのかな。だからテルに結局一発も当たって当たったのか、俺パンチ当たったのかな。手応えあるパンチなんかなかったもん。キックもガツンと入ったら気持ちいいぜ。ないいよな。ドレさんとかバッチリ決めたもんね。対戦相手のミヤビさんもバッチリ入れてたもんね、何発か。歩けなくなるぐらい蹴り入れられたかんな俺超痛かったよ本当に。帰りなんか本当足引きずりながら、もう本当にひどい状態だったもんね。あのファミレスの階段上がれなかったもん、ゆっくりこうやって。まあ、素人をねリングの上に上げて見せ物にするっていう発想がすごいよね。天才だよね本当に。来年誰なんだろう、来年誰出るんだろう。テルはやりたがってるよ、またやりてえっつってた。ヒカルくんもすげえかっこよかったしな、楽屋で感動しちゃったもん。ちょっとお、残り9分ですね。ありがとうございました。長時間見てくれて、次枠行きましょう。
疲れ。ダントツ優勝だ俺。嫌いな配信者決定戦ダントツ優勝なの。誰だよそれやってるやつよ。お前ふざけんなよ。本当に人のこと出しにしてさ、ふざけんなよ。クレームを正式に入れます。はい。クレームを正式に入れます。やめてください。嫌いなナム主選手権って言ってるけど、俺のこと嫌いっていうだけの枠でしょ。それ。毎回毎回誰のところでやっても和道が嫌いって枠だから、それ。やめてよ。俺のこと好きな人もいるんだよ。もうなんか組織票でしょそれ、完全に。どんだけ嫌いなんだよ俺のこと。優勝なの俺、優勝なの俺。もうだって難関取ってる、難関取ってる。勘弁してよ本当に。嫌いなナムシ決定配信者をやってるたびに、枠見るたびに、あ俺だろうなって思うよ。いや俺優勝なの本当に。ふざけんなよ本当。鉄板だよね。ドンマイじゃないでしょ。なんか。とりあえず和道に入れとこうみたいなさ。そろそろなんか表彰されたいもんね。レッドカーペット歩きたいもん。正式になんか表彰されたい。突き抜けてた。あ、もうぶっちぎり。接戦とかじゃないんだ。もうぶっちぎりで、もう俺なんだ。俺だけ。もう優勝決まったの。ちょっと、伝突かけてきて、優勝決まったら。報告してください、ちゃんと。ありがとう。ありがとう。逆にすげえよな、こんだけ嫌われるって。逆にすごいよね。あ、もしよかったらお気持ちでアイテムいただけると励みになります。もしよかったらアイテムください。次役も頑張ります。頑張れよ矢野ラッキー。ありがとう。多分ね、でもね、好感度はもう上がんないと思ってる。好感度は上がりません。頑張れば頑張るほど嫌いな人が増えてくる。なんだろうな、やっぱ生まれ変わりたくねえわ。やっぱり生まれたくない。もうこんなに嫌われる人生は一回で十分です。はい、結論変わりません。生まれ変わりたくないです。お疲れ様。信じられないもん。いや、そういうことでしょ。こんな、こんだけ嫌われる人生ないですよ、なかなか。
すげえな。突き抜ける、まあ突き抜けるしかないかんな。突き抜けるしかないかんな。じゃあ皆さんお疲れ様でした。次役行きます。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。